これで仮想部のことも解決できたし、そろそろ性格を探しに行けるね。でも今にして思えば、クラーラちゃんには申し訳ないことしちゃったな。スバローグと平和的に交渉するって約束したのに。お前は全力を尽くした。だから気にするな。責任は事前に万全の策を講じなかった俺にある。それに先に手を出したのはスバローグだ。他に方法はなかっただろう。誰が悪いとかじゃないから。前向きに考えれば今の結果だってなかなかいいんじゃない。みんな性格が元凶だって分かって力を貸してくれるんだからさ。任務が順調に進んでるってことだよ。しかしまだ分かっていないことも多い。例えば、俺たちはまだ性格の具体的な座標と方角を把握できていない。カカリアが突然態度を変えたことも気になる。今ある手がかりだけでは完全につなぎ合わせることはできないが。夢？あ、そういえば変な夢を見たとか言ってたね。3回とも同じ内容で、カカリアともう一人の声が聞こえる夢か。偶然で済ませるにはちょっとおかしすぎない？もしかしたらそれらの夢は無秩序な空想ではなく、何らかの法則があるんじゃないか。お前だけが繰り返し同じ夢を見る、その原因は、もしかして彼女の体内にある性格？俺はそう推測する。だが証明はできない。それじゃわからないのと一緒じゃん。で、地上に戻ったらどうするの？散々話し合ったけど結局何の結論も出せてないし。塵も積もれば山となるだ。今日のところはもう休んで、明日また遅延の者たちと相談しよう。それにまだ重要人物との話し合いが済んでいない。彼女とカカリアの関係が状況を打開する鍵になるかもしれないな。遅延から聞いたわよ。スバローグの件を解決してくれたそうじゃない。偉い偉い。いろいろあって疲れたでしょ。ほら早く食べてゆっくり休んでね。